まあ、いろいろあるんですけれども、僕ずっとスポーツをしまして、日本でもサッカーをずっと小学校の頃から続けたんですけれども、そのサッカーを通じて得た友達がすごく多くてですね、その学校のスポーツチームと、あとその州のクラブチームに所属していたんですけれども、そういったところで得た友達には今でもつながってますし、そのなんていうか、あまり英語を学びたら別に英語喋れないところで実は楽しんでいたみたいなところもありますね。